それで、今回は、何のオファーかしら？ CM かしら？あなたのお子さんは本当に素晴らしい子役です。今回演じていただくのは、日本の有名アニメの実写映画化です。寺田心くんにしかできない役です。報酬は過去最高額。ブックオフの CM ギャラよりも確実に高額です。心くんはすでに了承済みです。役作りも始めてもらっています。あの子がやりたいのなら仕方ないわ。寺田心くん主演となれば、興行収入100億も夢ではないでしょう。一休さんね。今、旦那さんがラブホテルから出てきました。女はまだです。やっぱり見間違いじゃないんですか？うちの主人が浮気なんてするわけありません。みんなそう言うんですよ、奥さん。うちの主人に限ってってね。日本でも美人女優と結婚した人気イケメン芸人が多目的トイレで密会をしたばかりにもう1年以上自粛をしているんです。どれだけ恵まれた環境であったとしても、男の本能には逆らえないんですよ、奥さん。能力が高い男ほど性欲は強いそうですよ。そういや、ハゲは絶倫ともよく聞きますが、旦那さんはどうなんです？強そうですね。え？ハゲ、どういうことです？うちの主人はふさふさですけど。誰？フジテレビのバラエティ番組、何が好きだった？私は笑う犬かしら。うっちゃんのコント番組はハズレがないわ。あなたは覚えているかしら？うっちゃん扮するミル姉さんのこと、名女優桃井かおりとコラボした時はやばかったわ。メス牛がねっとり喋るやつですね。自分はセンターマンが好きでした。ネプチューン原田泰造を語る上でセンターマンだけは外せないです。上理の家のシンクロナイズドラブ、当時でいうところの竹藤の CM ソングで踊っていたわね。でもあのコント、CS の再放送ではカットされたそうよ。どうしてですか？理由は簡単。原田泰造こと、センターマンの金玉が出ていた回があるからよ。とてもじゃないけど、現在の放送倫理委員会が許すような内容じゃないわね。他に好きなコントはないの？生きてるってなんだろう。生きてるってなに？テリーと学生の頃のあだ名って何でした？ベジータ、今泉くん、元冬樹。聞くんじゃなかったな。この人との仕事いつも気まずいわ。なんでそんなあだ名がついてたのかな？自分でもわかんないんだよね。今泉くん、古畑任三郎のね。ベジータはドラゴンボール。なんで元冬樹？なんでなんだい？その三人に何か共通点とかあるかな？いや、なんすかね、わかんないですね。ハゲてる？え、私ハゲてる？ハゲてないだろう。おでこがちょっと広いだけだよ。ちょっとだけね。ハゲてないからね。今仕事終わったよ。1時間ぐらいで家に着くと思う。今日の晩ご飯は？カレーか。嬉しいな。それじゃ、帰るまで待っててね。愛してるよ。ふぅ。こんばんは、ヨネスケです。は？突撃隣の晩ご飯ですよ。今日のあなたの家の晩ご飯がカレーだと聞きましてね。しゃもじはどうしたんですか？いやー、楽しみだなー。甘口だと嬉しいんだけどなー。カレーはやっぱ甘口でしょう。クリスク食べます。最近はね、しゃもじの代わりにもっぱらこれなんですよ。今までのやり方だと家にも入れてもらえなくてね。なるほど。よくわかります。あ、ヨネスケさん、ところでフリスクはどうですか？フリスク美味しいですよ。なぜそんなにフリスクを勧める？いや、結構珍しいフリスク持ってまして、納豆味なんですけど、どうですかね、これ、フリスク。美味しいですよ。口臭いんか。うわぁ、もうめっちゃ雨降ってるわぁ。もうこんな日の配達。ほんま嫌やねんなぁ。すいません。UberEats です。こちらでお間違いなかったですかね。遅いな。何時や思っとんねん、お前。もうお前、配達頼んでからもう1時間ぐらい過ぎてんねんぞ、お前。どういうことなんや、お前。それ遅かったのはどういうことや。いや、そんなん言うても、ちゃんと持ってきましたで。こん中にお弁当入ってますぜ。いっぱい入ってますぜ。いや、薄いな、お前。それ、そん中お弁当入ってんのか、お前。おい。前は。でもお前、これクレーム入れさせてもらうからな、お前。クレーム。ほんま、腹立つわ。なんやお前、早く帰れお前。もう用ないのお前には。早く帰れや。チップなんかあるわけないやろお前。やらん。しょぶーん。星一つ。絶対殺すマンとは一体何者なんだ。絶対に殺すマンです。強いマンなのか。めっちゃ強いマンです。551の豚マンとはどっちが強いんだ？551の豚マンと比べると551です。匂いにやられちゃう。